どうも、花尾です。ダーテンガンカッパウパンコースです。はい、というわけで今日本は空前のラグビーブーム。イエーイ、まあ、今日本中はね、ラグビーに沸いてるわけなんですけども、はい、僕の家テレビないんでラグビーを一個だけ見てません。正直言って、大体の人がなんとなくうわすげーっていう、ほんまにちゃんとルールを理解して見てる人ってマジでいねえんじゃないかっていう、まあ、今回の企画はですね、ラグビー知らないやつでもなんとなくラグビーやったらルール勝手に理解できんじゃねー。イエーイ。というわけで今回ですね、まあ、ラグビーほぼルール知らないと思います。いや、でも知らないですね。でも知らないながらもやってみて、その中でルールを発見していきますと、はい、で、4人でルールをまとめて家に帰って実際のラグビーのルールと照らし合わせて合ってるとかどうかって。なるほど。というわけで、マイクイットパスボールウィズ、一回まず場面場面におけるルールを考えましょう。はい、スタートはスタートで決めましょう。なんかこういうの見たことあるじゃないですか。確かに、こうやって上に上げて、はい、それをみんなでわーっと取るみたいな。ああ、前にパスしないのは多分な、前にパスせん方がいい。前にパスしたら前にオフサイドみたいな状態やから、それでやってみましょうか。まずはい、とりあえずじゃあいきまーす。いきまーす。よーい、スタート。待て一旦に進める距離制限した方がいいんじゃない。持って一生走り続けるのってこれチートすぎませんか、いくらなんでも。いやさ、俺走るからさ、止めてみれるかやってみよう。じゃあ3人で止めてみよう、一回。これやっぱありやな。ありやった、これありやな。ありでしたね。よーい、スタート。あああああ、体重制限歩くない、これ4チームの体重の輪は一定にした方がいい。そうですね。だからこの場合3対1は高いな。そうですね、その辺的には。そもそも止められてないですからね。3対1は無理ですから。じゃあ1回3対1やってみる。いきます。はい、よーいよ。はい、お前はこうやってさ、地面に落として勢いする。あ、だからしっかりこれあれなんや、駅伝みたいな感じで運ぶ競技なんや。そう。あ、奪いってことですね。あ、奪いってないよ、これ。確かに途中でお客さんに届けるべき弁当を落とすのは良くない。最後にみたいな。と配達完了ってこと。しっかりお届けしましたー。思い出したんけど、はじめ肩組んでぶつかるみたいな下りがあったから。あったあったあった。 あれがどの瞬間に起こるのかっていうちょっと議論したかったね。揉め事が起きた時に審判が「おお、仲良くしろ」って言って、じゃあこれで決めようって一回さ、喧嘩する下りやらへん。やりました、はい、一回喧嘩する下りやってみよう。あっ、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 じゃあ、はい、ここは一回肩組んで決めよう。しゃあねえな。はい、はい、できるかな。え、仲良くじゃない。え、あ、そうね。よし、行くぞ。ちょっと待って、何これ。あ、審判が今のとこ上からボール入れるんちゃう。ああ、え、切ない。それをまだ争うみたいな。あ、次のキックですね。キックのちょっとルール決めよう。ゴロワールドキックしてました。キックはよくありますよね。はい、キックってでも結構強いじゃないですか。はい、だから不利な状況にあると思うんですよ。あ、相手に手を入れられた時とか。ああ、で返しとしてキックしていいよみたいな。なるほどね。確かにウーバーイーツで言うとお金みたいなもん。ゴロワールドポーズのやっぱ意味あるんじゃないですか。あ、これ、はい、これだから2やんか、これ。はい、だから2000円払うよってことやんか。ああ、金額さっきの弁当2000円やから。これで、ゴロゴロこうしてるやん、こう。はいはいはい、あ、そうっすね。これの回数で、万か千かやってるんですよ。あの、ゼロ
100、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 100
あ、マジで外出たら、あの、パリーンってなって、あ、髪の毛、ボーイみたいな、あの、あの、ドラえもんの空き地みたいな。そうだから、出たら、謝るみたいなのがあった方がいい。ああ、組体操で、どうして場合を示すっていう。組体操が始まると。せーのーね、すいませんでした。いやあ、いいんちゃう。よかった、よかった、バッチリだろ。大体じゃあもう OK じゃん。そうっすね。一回じゃあ、以上踏まえて、どんどんやってみましょう。いきます。よーい、スタート。おい、おい、ちょっと待って、おい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 、長生きしよう、仲間。はい、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 お待たせしました。今の高かったんじゃない。はい、違うかも。何億かな。300億。よいしょ。うわ、いや、出た。まあいろいろとルールが決まったと思うので、はい、正誤判定していきたいと思います。はい、僕たちが決めた一つ目のルール、キックオフ、こんな感じになりました。ドン、ポン。まず敵の人が股を通して投げて相手に渡す、勝ったら負けみたいな感じですね。だから確かに、確かにそうっす、はい、さあどうでしょうか。はい、正解はですね、はい、はい、グラウンドの中央からボールをワンバウンドさせるドロップキックで始めます。ああ、え、どっちが先行とか決まってる。確かに、どっちが蹴るんです。先行の方が蹴るんじゃないですか。結局だから敵陣地に蹴り込むってことになるってこと。そう、ね、あ、じゃあやっぱ勝ったら負けっての合ってるわ。じゃあそうですね。はい、じゃあ2個目は、はい、ボールが外に出た時に、はい、全力で謝る。ぐちゃぐちゃで組み体操してね。はい、組み体操。どうですか。こんなルールはありません。なんであれじゃないですか、こう、なんか肩車みたいな。あ、肩車みたいな持つやつあるよ。持ち上げて、なんかそう、これだけやつやつじゃないですか。あ、なんか見たことある、それ。組み体操ではあるかもしれないですね。あ、なんかサボテンみたいな感じね。次のルール、すんくん。次のルールは、ラグビーを前にパスしてはいけなくて、かつ何歩でも前に歩いていい。そのルール、合ってます。うぇーい、あ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 い。じゃあ次のルール行こう。次はですね、肩組むみたいなやつの発生条件は、揉め事が発生した場合、まあ確かにこうしてみんなで円を整えます。円をだけでね、で、中心にボールを投げ入れて、そこから再スタート。合ってそうな気配するよ、これ一瞬。これはどうでしょうか。どうでしょうか。はい、スクラムの発動条件ですが、軽い反則からのプレー再開などに適用されます。おお、お、ほら、重い反則の場合、直接ゴールを狙うことができます。あ、そこって審判してあれが大五郎のなんかよくやってるやつ。大五郎じゃなくて五郎丸ですね。五郎丸ね。お前今の絶対使うでしょ。じゃあ5つ目ルールまとめると、相手がトライした時に、そのトライの度合いによってお金を表現することができる。で、そのお金を相手にプレゼントすることもできる。それがありますか。そのルールありません。なんでやねん。あるやろ。まあよかった、まあよかった、まあよかった、よかった、そうかね。本当のルールはどういうルールなんですか。本当のルール、本当のルール、何もないよ。で、結局トライした後何しなの。トライした後はあのキックのチャンスが与えられます。お、マジで。追加得点のチャンスですね。あ、そうなんや。へー、ボーナスなんですね。あ、じゃあお金入ってます。マジか。じゃあお金、お金、あ、お金はボーナスであるってことは、お金、あ、じゃあ合ってるやん。合ってるんすね。お金ではありません。あ、お金じゃない。あ、違う。はい、ということで、はい、皆さんもね、はい、これを機にラグビーのルールをちゃんと学んで、はい、楽しくラグビーを応援しましょう。ナイス。はい、それでは今日の動画は終わりです。良ければまだ知らないルールコメント欄に書いて。5番言うんでちゃった。